こんにちは、オシャン東京原宿スタイリストの徳永相馬と申します。この度、YouTube を、毎回見てくださっている皆様に、大切なご報告があります。と4月の24日よりオーシャン東京大阪店ができるにあたり、人事配置の関係で、僕徳永相馬はオーシャン東京本店へと移動することが決まりました。Twitter とかインスタを見て、すでに知っていただいた方もいるとは思うのですが、4月の24日まではオーシャン東京原宿店の方で営業、勤務となりまして、4月24日以降でご予約くださっているお客様や、これからご予約をくださろうとしているお客様はオーシャン東京本店の方でぜひお待ちしておりますので、最寄り駅はオーシャン東京原宿店とそんなに変わらないんですが、原宿店とか明治神宮前駅とか、あとは渋谷駅、この3駅が最寄り駅になっているんですけど、オーシャン東京原宿店から渋谷の方に歩いて10分ぐらいのところにお店ありますので、全然近くにあるので、分からない際はオーシャン東京本店の方にお電話くだされば、そちらでお電話にてご対応させていただきます。店舗が変わるっていうことなんですが、全然僕自身気持ち的には変わらず、来てくださるお客様一人一人に対して全力でカットだったりカラーパーマ施術させていただこうと思っていますので、ぜひオーシャン東京本店の方でこれからもよろしくお願いいたします。でオーシャン東京本店の方に移動になりましたら、そちらの方で、オーシャン東京原宿店以外でのまだ見ぬ、YouTube 内ではまだ見ぬスタッフいっぱいいるので、たくさんいろんなスタッフ使って、皆様の、少しでもこう力になれるというか、参考になれるような動画がこれからも撮れたらと思いますので、ぜひコメント欄の方にこんな動画が見たいとか、希望があればぜひまたコメント欄の方に、たくさんお待ちしております。本店までの詳しい道のりなんですが、後日、原宿駅からと明治神宮前駅からと渋谷駅からの、詳しい行き方の YouTube、実際僕歩いて動画撮って、で、お客様目線で本店までの道のり分かりやすく動画にさせていただこうと思いますので、オーシャン東京本店へご来店されたことない方はぜひそちらの動画を見て、24日以降はお待ちしております。はい、じゃあ今日はこんな感じで、かなり短編での YouTube になるのですが、僕からの大切なご報告でした。これからもどうぞよろしくお願いいたします。